はい、今日はですね、NTT のこちら、PR500KI の、これ、ホームゲートウェイっていうんですよね、フレッツ光の。今回、フレッツ光と、プロバイダーが、Yahoo!BB です。こちらのコラボで、Wi-Fi ですね、これ上、Wi-Fi の、あれですね。これを利用しまして、一体どれぐらいの処理能力があるのかということで、テストしてみたいと思います。で、今回ですね、端末用意したのが、ちょっと光加減が。Wi-Fi、こちらの PR500KI の Wi-Fi につなげてます。で、PR500K、F9828 の -3。この3っていうのは一番、1、2、3ってあるんですけど、一番早い、このホームゲートウェイの中でも一番早いと言われている Wi-Fi の接続先ですね。こちらでですね、こちらのホームゲートウェイ。で、どういうあれかって言いますと、こちら iPhone6 なんですけども、こちら楽天モバイルと契約してます。まあ、キャリアのとこは NTT ドコモになってるんですけど、こちら NTT ドコモの回線を利用して、楽天モバイルは、ネット使えるようになってます。こちらもドコモの Wi-Fi ということになってます。で、どういうテストをするかと言いますと、ちょっとこの片手で、ね、iPad で撮ってるものだから、ちょっと左手で、このスピードの、ちょっとボケるな、スピードのテスト。で、測定開始、押します。4秒。まあ近いからですね。これちょっと高めに出るかもしれないですけど、まずダウンロード、上りっていうんですかね。243出ましたね。で、下り、アップロード、155点。あ、出ましたね、こちら。下りです。下りが243.87メガ。上りが155.80。で、こちらちょっと見づらいんですけどもね。ああ、ちょっとなんか変なって。すいません。で、今回のこの値、もう一回やってみます。測定開始をしました。結構出てますよね。下り244。上り155.86。はい。さっきと似たような数値が出ましたですね。で、まあ、他の環境との比較、これ今回出た数値ですね。あなたの測定値 Wi-Fi。下り244。上り155.86。すべての平均。これは全体ですね。まあ、全体、これ、いろいろ、他の人たちのデータでしょう、多分平均値。まあ、それに比べましても、こう早めの数値が出てます。まあ、楽天モバイルということで、スピードの、今回変えてみて、スピードをちょっと気になったんですけど、自宅で、ホームゲートウェイを使って、で、iPhone6 でスピード測定したところ、このような結果が出ました。まあ、楽天モバイル結構僕お気に入りで使ってるんですけど、まあ、これからちょっと2階の方の電波が悪いんで、また改めて測定したいと思います。今日はありがとうございました。ちなみにこの可愛いぬいぐるみは関係ありません。失礼いたします。